はい、皆さんこんにちは、 BJ のウクレレ講座です。今回はですね、弾き語り解説ですね。みんながみんな英雄という曲をエルヴィスの K100C ウクレレを使って解説してみたいと思います。まずはですね、曲の方から聴いていただきたいと思います。それではどうぞ。いただきました。みんながみんな英雄ですね。これ au のコマーシャルで使われてる曲なんですけども、元々がアメリカ民謡ですね。でアメリカ民謡の方は跳ねてる曲ですね。タンタタンタンタタッ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 タタタッタタッタタッタタっていう風な跳ねなんですけども、今回のこのバージョンは跳ねておりません。8ビートですね。はい、それではまず弾き方解説の方から行ってみたいと思います。イントロ部分はですね、弾ける方はメロディーを担当していただいて、弾けない方は伴奏を弾いていただくといいと思います。まずメロディーの方から解説いきましょう。はい、 DJ は親指の爪で弾いていますが、皆さんはいつも使ってる指を使って弾いていただくといいと思います。はい、これメロディーがアウフタクトと言いまして、4拍目からスタートしております。メロディー先行ですね。でタンタンだけが先行なんですね。この後伴奏の基礎はタン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 タタタンっていう感じで弾いていただければいいと思います。まずメロディーの方ですね、1弦開放弾いたら次は2フレット、はい、それで C のコードを押さえて1弦3フレット、こうですね。
はい、こういう一弦を弾かないところ、2弦3弦4弦だけで音を出すときは一弦に親指を乗せて止めます。そうすると一弦を間違って弾いてしまうことがないので、変な音が出なくなります。一弦に乗せて止まるようにしてください。ということはピッキングは斜め下方向に行った方がいいですね。こう上に向けて弾くと離れていきますので、斜め下の方に向けて弾くと親指にいい感じに乗っかります。軽く斜め下ですよ。思いっきり下の方に行くとここに指が入ってるっていうことまでならないぐらいに軽く斜め下に弾いてください。はい、次 Am7 のところはどこも押さえなくてこうですね。はい、今度は3弦4弦だけを弾きますけども、この時は2弦に乗っけて親指、これ2弦に乗っけて止めるというふうにしてください。はい、こういう感じで弾いてくださいね。で、コード、同じコードの間は音を伸ばすということを、気にしながら弾いていただくとメロディーが綺麗につながると思います。はい、それでは伴奏の方を行きたいと思いますけども、まずは四分音符で弾き下ろします。その次はタタタタタ、はい、これで一小節ですね。タンタ、これが一小節になります。で、いつものように BJ の譜面は小節ごとに縦線が引いてあります。その縦線の中に今のタンタタタタタタを弾いていただくといいと思います。で、みんなの上には空があるの後ろに縦線引いてないですけども、これは次の雨のの部分で縦線、ここまで G7 が続きますよっていうことです。この一段の最後に縦線引いてあったらそこで、一小節は終わりということなんですけども、引いてない場合は下の段まで、その小節は続いてますよということですね。それでは行きましょう。タン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 。で、この最後の C ですね、 C200 なんですけども、200の時に特別じゃないとメロディーが先行で入ります。イントロの部分と一緒ですね。4拍目に特別の特が入りますからね。はい、それでは、特別じゃない英雄じゃない、G7 ですね。雨の日もある、風の日もある、たまに晴れたら丸もOK と、ここはですね2拍ずつになります。 G7 が2拍、丸もOK です。はい、で、このパターンが、チャンチャカチャカチャカのパターンが難しい方はダウンで4回弾いていただくといいと思います。特別じゃない永遠じゃないと、ダウン4回でも OK ですから、その時は小説の中、縦線と縦線の間は4回引き下ろすだけで OK ですよ。はい、丸も OK。 その後行きましょう。振り向けた君がいる前、これは簡単な方の伴奏やってますよ。行けば友がいる、ここで、次のコードです、F を押さえてて、で、この C のコードの時にC のコードのところをよく見ますと、3番の指、薬指で1弦3フレット押さえろって書いてありますよね。そのままここから、これで押さえてて、こう言っていただいてもいいんですけども、 F で C を小指でこれで押さえることも可能です。この C を小指で押さえとくと、このちょっと前に戻るんですけども、 G7 の部分でも G7 こうですよね、小指こう、同じ指を使わないのでコードを変えやすいかもしれないですね。走って転んでと、ここは2個ずつです。コードが変わります。寝そべ、この
C から Em7 こうですね。で次は Am7 はどこも押さえないので、その間に G7 を準備しておきましょう。寝くそべって新しい明日が、これもどこも押さえないですよ。待っている、この小説の中にコードが2個書いてあるのは2拍ずつですね。ダウンを4回弾いてる方は2回ずつ弾き下ろしたらコードを順番に変えていくようにしてください。その続きいきましょう。今度はこれの指定してあります、チャンチャカチャカチャカの弾き方でやりますよ。どっちか統一してやってくださればいいです。チャンチャカチャカチャカが弾ける方は全部チャンチャカチャカチャカでもいいですし、ダウンしかできない方はダウン4回だけでやっていただいてもいいですからね。今時々分かりやすいように交換してるだけであります。ではその続きいきましょう。悩んでは忘れて、忘れては悩んで、明日明後日し明後日新しい未来がやってくる。このやってくるの場所は一拍ずつなんです。 Am7 一拍、 G7 が一拍、くるが二拍です。はい、 C が二拍ですね。ということはやってくるということになります。はい、もう一つの弾き方でいきますと、やってくるということになります。はい、このやってくるの部分は Am7 はどこも押さえないですので、その間に G7 の準備をしといて G7 を押さえる。それでやってくる、 C は小指で押さえていただくと1弦3フレットですね。いい感じにつながると思います。はい、でここの部分ちょっと ややこしいのが、やってくるいいことがない、と次の、メロディーの部分のいいが4拍目にこの来るの後につくんですね。やってくるいいことがないという感じで、つながっていきますので、ここはそのまま間髪入れずに、やってくるいいことがないうまくっていう感じで、つなげて演奏してみてください。はい、今の部分ここまでやったところができると、あとはその繰り返しになってますから、今の部分だけをちょっと一生懸命練習してみてください。そうするとあとは同じことを繰り返す、で途中からの部分を繰り返す、これだけでこの一曲は完成しますから、今の部分だけを集中してやる感じにしてください。はい、それでは2番の方はそのまま歌いながら続けていきたいと思いますけども、お気づきの方いらっしゃると思うんですけど、この曲はですね、女性が歌いやすいキーにしてありまして、女性のキーですので BJ はちょっとこの音域が合わないんですね。で、このいいことがあるうまくいかない、この最初の2段の部分はオクターブ高くわざと歌ってます。で途中から、オクターブ下の声になってるんですけども、これはBJ の声が出ないのでそういう感じでやってます。ご了承ください。いいことがない、うまくいかない、それでもお腹は減ってくる、深い風でもつむじ風でも寝転んでしまえばそよ風、空を見れば星がある、夢を見れば虹が出る、誰も彼もどんな人も新しい世界を持っている、養っては休んで、休んでは休んで、泣いて笑って飯食って、新しい自分はい、それではこの後、コードのところに丸が打ってある、 C の周りに丸ですね。はい、これはダラーンダラーン
と長くその1小節伸ばすという、まあ、BJ 独特のこれ記号なんです。普通の他の方はこういうのを使ってないんですけど、ザラーンと伸ばす部分にコードの上に丸をつけてあります。振り向けば君がいるという感じですね。で、人差し指1本でもいいんですけど、これロールストロークと言いまして、この3本薬指、中指、人差し指でこうやって弾いて1本ずつこうですね、ダダダーンって弾いていただくことも可能です。できる方はそういう風にやってみてください。はい、前向けば友がいる、走って転んで寝そべって、ここはあの2拍ずつですので、走って転んで寝そべってと、さっきよりも半分の長さになりますね。コードが1小節の中に2個入ってますので、そういう風に弾いてください。で、新しい世界が、この後はコードの上 G7 に丸ついてないですよね。待っていると戻ります。はい、丸ついてない部分は先ほどまでの弾き方に変えます。4回弾き下ろしてる方はそのまま4回待っている。に戻っていただければいいですからね。で、それでは最後の方行きましょう。悩めは忘れて、忘れては悩んで、明日明後日し明後日、新しい未来がやってくる。この最後の C のところにも丸ついてますけど、ここはジャラーンって伸ばします。伸ばしますけども、その4拍目にと入ってきますので、メロディーを弾く方はやってくと、このまますぐメロディーに入ります。伴奏の方はやってくという感じで、 C の部分は2拍分ちゃんと伸ばしてください。はい、では最後の部分ですね。メロディーを弾いて終わりたいと思います。やってくる、ここリッとしてダランと終わると雰囲気が出るかと思います。みんながみんな英雄弾き語り解説をお送りいたしました。 BJ のアレンジはいつもですね、イントロ、エンディング、このあたりにメロディー、その曲のメロディー部分をちょっと付け加えてですね、伴奏だけでジャカジャカやるんではなく、ちょっとこうメロディー部分も弾いて楽しんでいただこうというアレンジになってます。そこの部分は初心者の方は難しいですので、ストロークだけ、コードの伴奏の方をずっとやっていただくといいと思います。上級者の方は今のメロディーを弾いていただけると退屈せずに楽しめるのではないでしょうか。はい、BJ のウクレレ講座、今回はですね、エルビスの K100C コアボディのウクレレですね。すごくこのコアの目が綺麗ですね。裏側はこのこれです。はい、フレームがブワーッと出てます。合板のウクレレなんですけども、結構いい音しますよね。このウクレレの詳細につきましては動画下の説明文のところに商品リンク貼っておきますので、そちらの方から確認いただければと思います。はい、みんながみんな英雄、今回の動画のスポンサーはエルビスでお送りいたしました。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。星空を見る